とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、最近は本当にね、デイリークエスト頑張ってやってます。レベル3を、旗を全部回収していくっていうやつ、やってます。で、今日はね、良さそうなところ来てる。この薄暗いジャングルのデイリー、レベル3。で、報酬武器なのよ。もしかすると、シメグの260が出るかもしれない。かもね。うん。そこもあるし、もう一個、ここだよ。ジエンドの果ての荒れ地。そこも来てる。ここも武器だね。うん。黒曜石のクレイモアが出るんで、いい感じかもしれない。まあ、とりあえず今日は、こっち。薄暗いジャングル。に行きます。簡単そうだね。プレイヤーが獲得した魂が4倍。で、スポナーに 15% が変わって、魂の速度のエンチャントをつけてます。いや、余裕でしょう。行く装備はこれですね。不滅のナイフで、魂回収がプラス2。で、流れ込む魂でプラスまた1。で、夜の棒。で、ここでまた回収をして、影の断片でも回収です。で、魂4倍になるからめちゃくちゃ溜まるよね。なのでずっと影化してると思う。で、エレメントのカバンでガシガシ倒していく。うん。で、さらに輝くローブにクールダウン2つついてるので、4秒ぐらいで一発撃てるかな。カバンを。これで余裕でしょう。はい。無限影化ビルドで挑戦だ。それでは行きましょう。まずは、ソウルを貯めないといけないね。この無限影化ビルドは最初のソウル溜めがめんどくさいのよ。でも今回の、変更点と俺の装備で何とでもなると思うんで、これで、お、なんだ、めちゃくちゃ減るぞ。なんかむちゃくちゃ減ったんだけど。いいか。はいはい、もう溜まった。あとは、ガシガシと倒していくだけさ。うん、影化も、まあまあ、十何秒かだけども、全然余裕でしょう。ほら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 、もう、魂の溜まり方がもう、えぐい。えぐすぎる。うん。エンターテイナーの服で、この無限影化ビルド、やろうかなとしたんだけど、別にね、エンターテイナーじゃなくていい。うん。あれは、ポーションとか、このいいステータスのやつが、30% 長く続くっていうやつで、それよりもね、うん。俺はこういう普通の装備で、やっていった方が良さそうな気がしたんだよね。じゃあ。こっちじゃない？あ、いや、こっちでいいな。いや、しかし、これ普通に行くと結構大変だぞ。なかなか倒せないし。うん。あ、一応、矢なんかは、しっかり集めていくか。もしもの時のためにね、これは役に立つんで。よっしゃ。まあまあ、全然余裕で。おいおい。ん？影化してるよね？してるよね？うん、自分ではそうは見えないんだけど。全然してるんで大丈夫。OK。いや、できればね、クールダウン3欲しいな。うん、今した感じで見ると。クールダウン3だな。じゃ、装備はこれでいい。防具は。輝くローブか、バトルローブでいいよ。うん、クールダウンが3で、火炎フォーカスはいらないかな。あればあったで、結構強いんだけども、やっぱりこれメインウェポンがこの雷なんで、うん、雷で十分いい。あー、味方回復か。鬱陶しいのついてるな。あれ、あーそうだ、これ何ミスってんの。はい、こっちからね。多分ソウル4倍じゃなくても全然余裕で
いけるはず。うん、だと思う、これは。この溜まり方はね。こんなにも安全な方法があるなんて。ああ、これは、ああ、危ねえ！ぜひとも、このビルドは、進めていきたいね。こんな楽勝だなんて。回復ももちろん、バッチリするし。すごくいい。ああ、まあまあ、とりあえずこれでね、先まで進んでいってみましょう。楽勝だと思うよ。いやー、もう最後のところに来てるけども、めちゃくちゃ楽勝。もう余裕すぎ。あ、終わった。うん、まあナイトモードに途中でなったんだけども、別になんてことないね。うん、敵がどんだけ出てきてくれようが、こっちもう無敵だから。無敵っていうか、もう見当たらないから敵の攻撃受けないんだよね。よし。で、一応旗は3つ取りました。これでね、260とかのパワー出るんじゃない？で、しかも、ああ、ちょっと待って！クリアの時に、幸運の海つけてた方が良かった？ああ、一応それ装備してた方が気持ち的に良かったかな。ちょっと失敗したかもしれない。いや、でも、まあまあ、普通の時でもユニーク装備出るからね。出るから。さあ、どうだ。ツルハシとムチとかもここ出るんだよね。その中で、シメグを引いてくれるかどうか、来い！頼む！あはははは、はあ、まあ、ガントレットだったんだけども。あ、なるほど。懸賞金の方で出るのか。257。ああ、すごいね。え、すげえわ。あのね、この普通の弓なんだけど、120万だよ、ダメージが。257、えぐ。いや、ガントレットもね、ダメージ結構えぐいわ。やっぱパワーが違うだけで全然違う。これはやっぱね、毎日毎日狙っていくべきところだと思います。なるほど、懸賞金でいいのが出るのか。はい。ということで、今日はお目当てのもの出ませんでした。でもまあね、毎日これ挑戦できるので、やっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。